三国志第63話荘毛の巻古宮婦人長飛と関羽の2人はしんがりとなって二千余旗を献上の外にまとめ「この地を去る思い出に」とばかり呂布の兵を踏み破りその武将の義賊双剣などに手痛い打撃を与えて。 これでいくらか胸が空いた」と先へ落ちていった龍玄徳の後を追いし慕った時は建安元年の冬だった苦になく食なく痩せた馬と裏ぶれた家の子郎刀を引き連れた龍玄徳はやがて巨匠の都へたどり着いた曹操はしかし 決してそれに無情ではなかった。「玄徳は我が弟分である」と言って「迎うるに賓客の礼を取り」「語るに上座を譲って慰めた」なお主演を設けて彫妃や寛威もねぎらった玄徳は恩を射して日の暮れ方娼婦を辞し 駅間へ引き上げたするとその後ろ姿を見送りながら曹操の腹心淳育は「玄徳はさすがに噂にたがわぬ人物ですな」と意味ありげに独り言を漏らした「うん」とうなずいたのみで曹操が黙念としていると淳育はその耳へ顔を寄せて 彼こそ将来恐るべき英雄です。今のうちに覗いておかなければ、ゆくせえあなたにとってもゆゆしい邪魔者となりはしませんか。と、暗に殺意をそそった。曹操は何かびくとしたように目をあげた。その瞳は赤い蛍光を放ったように見えた。ところへ、 各下が来て曹操からその相談を受けると「とんでもないことです!と」と言わんばかりな顔してすぐ首を横に振った彼がまだ無名のうちならとにかくすでに今日では義気仁愛のある人物として劉玄徳の名は相当に知られています。 もしあなたが彼を殺したら天下の天才はあなたに対する尊敬を失いあなたの唱えてきた大義も人生も嘘としか聞かなくなるでしょう。一人の劉備を恐れて将来の患いを除くために視界の辛抱を失うなど下の下策というもので私は絶対に賛成できません。 よく申した。「曹操の頭脳は名朝である。彼の血は熱しやすく時にまた濁りもするが人の善言をよく受け入れる本質を持っている。よもそう思う。むしろ今逆境にある彼には恩を恵むべきである。」と言ってやがて朝廷に上がった日玄徳のため 世襲の僕を創生して直ちに任命を彼に伝えたさらに玄徳が認知へ赴く時には兵三千と両米一万石を送り「君の前頭を祝す世の寸死である」とその功を盛んにした玄徳は重ね重ねの行為に 深く霊を述べて立ったが別れる間際に曹操は「時来れば君の仇を君と協力して討ちに行こう」と囁いたもちろん曹操の胸にもいつか中伐の時をと誓っているのは呂布という俳遊の存在であった玄徳はい、e、いとして 何事にも微笑を持ってうなずきながら認知へ立ったところが曹操の計画だった呂布征伐の実現しないうちに意外な方面から京都の危機が伝えられだした京都は今天使の府であり曹操は長屋の上にあって最小の重きを成している。 この園をう,かがう族は何者なりや」と彼は奮然んんと剣を杖として立ち刻々娼婦へ駆け込んでくる諜報員の報告を厳しい目で聞き取った「この巨匠へ遷都となる以前長安に意を振るっていた元の唐聖国の一門で長彩という敗亡の庄がある」。 ろから、とういのののををりめめて、都へ攻め上ろうと企てていた一軍はそのしるへた長州は諸州の敗山兵を一手に寄せておいおいと威勢を加え また帽子一を参謀とし慶州の大使劉兵と軍事同盟を結んで炎上を根拠としていた捨ておけまい。曹操は進んで討とうと腹を決めたけれど彼の気がかりは助州の劉布であったもし自分が長州を攻めて戦が長引けば 呂布は必ずその隙に乗じて玄徳を襲うであろう玄徳を滅ぼした勢いを買ってさらに京都の留守を襲撃されたらたまらないその憂いがあるので曹操がなお出陣をためらっていると純くは「そのになれば何も思案には及びますまい」と至極簡単に そうかな余人は恐るるに足らんが両夫だけは目の離せないくせ者と世は思うがですから組みしやすいということもできましょう理を食わすかそうです欲望には目のくらむ男ですからこの際彼の官位を上らせ恩賞を送ってお 玄徳と和ぼせよとおっしゃってごらんなさい。そうか。曹操は膝をうった。すぐ、法者、問いの王則を正式の使者として、助手へ下し、そのよしを伝えると、両夫は思わぬ恩賞の沙汰に感激して、一も二もなく、曹操の胸に従ってしまった。そこで曹操は、 今は皇庫の憂いもない」と大軍を催して加皇順を先鋒とし炎上へ出発した幾水のあたり一帯に十五万の代表は霞のように陣を敷いた時すでに春たけて建安二年の五月竜刀の緑は上々と垂れ 育水の流れはぬるやかに、桃の花びらがいっぱい浮いていた。長州は音に聞く曹操が自らこの大群を率いてきたので、色を失って参謀の閣に相談した。どうだろう、勝ち目はあるか。だめです。曹操が全力をあげて攻勢に出てきては。ではどうしたらいいか。 幸福あるのみです。さすがに核は目先が効いている長州に進めて一戦にも及ばぬうち高機を立てて自身使いとなって曹操の陣へ赴いた幸福に来た使者だが核の態度は甚だ立派であったのみならず弁舌涼やかに長州のために 部の良いように談判に努めたので曹操は核の人品にひとかたならず惚れ込んでしまった「どうだな君は長州のところを去って世に仕える気はないか」「身に余る面目ですが長州もよく私の言を用いてくれますから捨てるに忍びません」「以前は誰に仕えていたのかね?」 利確に随心していましした。しかしこれは私一代の過ちでそのため共にお名をきたり天下の憎まれ者になりましたからなおさら自重しております。「炎上の内外は戦火を免れて平和のための外交が進められていた」「曹操は炎上に入って城中の一角に帰去していたが」 ある夜のこと、長州らとともに主演にふけて自分の神殿に帰ってきたがふと左右を顧みて「はてこの城中にビギがいるな呼吸の音がするぞ」と耳を澄ました彼の身の回りの役は遠征の陣中なので甥の宋安民が務めていた。 安民お前にも聞こえるだろうあの呼吸の音がはい夕べも夜もすがら悲しげに弾いていたようでした誰だ一体あの呼吸を弾いている主は義女ではありませんお前は知っているのか密かにかいまみましたけしからんやつだ曹操は戯れながら 苦笑してなお尋ねたね「美人か仕込めか絶世の美人です」「安於は大真面目である」「そうかそんな美人か」と曹操は酒の顔ほっと吐いて春のよらしいため息をついた「おい連れてこい」え「えっ誰をですか?」 知れたことを聞くなあの呼吸を奏でている女をだところがあいにくとあの美女は未亡人だそうです長州のおじ長斎が死んだのでこの城へ引き取って長州が世話をしているのだとか聞きました未亡人でもかまんお前は口を聞いたことがあるのだろうこれ誘ってこい奥ぐるわの深淵にいるお方 どうして私などが近づけましょう言葉を交わしたことなどありませんではと曹操はいよいよごきに熱を帯びて言いつけた北兜の兵50人を率いて曹操の命なりと告げて注文を通り長妻の御家に正すことあればすぐ参毛ととってこいはいそう犯人は、 叔父の眼光に嫌とも言えず慌てて出て行ったがしばらくすると兵に囲ませて一人の美人を連れてきた町外の職はほのかに核の牢に揺れていた曹操は背見を立てて塚頭の上に両手を重ねたままじっと立っていた「飯連れました」。 会議だった。「お前たちは皆下がってよるし」そういいか「宋安民以下兵たちの足音はかなたの鋭者へ遠ざかってゆくそしてあとには正然たる一人の霊人の影だけがそこに取り残されていた」「夫人もっと前へお進みなさい余がそうだ」彼女は。 ちらと瞳を上げた何たる終焉であろう蘭華に似たまぶたは深いまつげを伏せておののきながら曹操の心をうたぐっている恐れることはない少しお尋ねしたいことがある曹操は恍惚と見守りながら言った「警告の美とは こういう不敬を言うのではあるまいか。夫人はうつむいたまま包を運んだ。お名前は姓は重ねて問うと初めて。なき長妻の妻で寿司と言いまする。かすかに彼女は答えた。ようご存知か。上少のお名前は。 かねてからうかがっておりますがお目にかかるのは「呼吸をお引けになっておられたようだな呼吸がお好きか」い,いえ別にでは何であまりの寂しさにお寂しいかおおひえんの胡菌は寂しい寂しいと泣くか時に夫人世の遠征軍が この城をも焼かず長州の降参をも聞き届けたのはいかなる心か知っておられるか曹操はごほばかりずかずかと歩いていきなり夫人の肩に手をかけたおわかりか夫人夫人は肩をすくめてんばせを紅の光に染めた曹操はその熱い耳へ 口を寄せて、あなたへ恩を売るわけではないが世の胸一つで長州一族を滅ぼすも生かすも自由だということはお分かりだろうさすれば世が何のためにそんな寛大な処置をとったか。夫人幅広い胸の中にがっくりと人形のような 細いうなじを追って仰向いた婦人は曹操の火のような瞳にあって麻酔にかかったように引きつけられた「世の熱情を御身は何と思うみだらと思うか <laughs> い,いえうれしいと思うか?」。かけられて、 婦人の数はわなわなな震えた。老類のようなものが頬を白く流れる曹操は唇を噛み強い瞳をその表にきっと据えて「はっきり言え!」難航の城を攻めるにも急激な彼は恋愛にも持ち前の短気を表して無人らしく言い放った。 少し面倒臭くなったのである。おい、返事をせんか。ゆすぶられた花は、つゆを振りこぼしてうつむいた。そして唇のうちで何かかすかに答えた。いやとも、はいとも、ソーソの耳には聞こえていない。しかしソーソはその実、彼女の返事などを。 気にしているのではない。何をなく涙を拭け。言いながら、彼は室内を大股に闊歩した。